今日は白金回路というものをご紹介したいと思います。白金回路とは何ぞやというとですね、一言で言えば使い捨てない回路という感じでしょうか。昔はもともと使い捨て回路というのがなかった時代は、皆さんこういったものを使っていたらしいです。戦時中なんかはね、寒い国に行く兵隊さんなんかもこういったものを使っていたと聞きます。白金回路の構造を簡単に説明しますと、蓋の部分が外れます。蓋を外すと、こういう形になってますが、ここの口の部分が取り外せるようになっています。で、下半分は、ただの缶になってまして、中に綿が詰まっています。ちょっと焦げちゃって見苦しいですが、白金回路はですね、使い捨てない代わりに燃料を補給する必要があります。何を使うかというとですね、こういう白金回路専用ベンジンというのがありますが、ベンジンっていうのは、そうですね、成分的にはほとんどガソリンのようなものなんだそうで、アウトドアショップなんかで売っているホワイトガソリンとか、あとはオイルライターに使うジッポーのオイルとかも使えるらしいですね。他には、NT ベンジンというブランドとか、赤いバラ印ベンジンとか、いろいろブランドがあって微妙に違うんですが、とりあえず純正の白金回路専用ベンジン、これが一番とりあえずはいいんじゃないでしょうか。で、こいつを、この中に補充するわけですが、本当はここにつける小さいカップがあって、そこに計量しながらベンジンを注ぎ入れるという使い方が説明書には推奨されていますが、個人的にはこういった駒込ピペットですね、理科の実験で使ったやつですね、こういったものでちょっとずつ補充する方が自分は好きでやっています。こっちにあるのは小瓶に移し替えたベンジンです。ベンジンは一応危険物扱いなのかな、なのでガラスの瓶に入れるのは多分消防法とかには厳密には良くないんだと思いますが、実際危ないということはないと思います。で、この中の綿の部分に駒込ピペットで染み込み具合を確認しながらベンジンを、中に染み込ませていきます。全部補充すると 20ml ぐらいだったかな、結構入るんですが、そんなに長い間使わないよっていう場合は、例えば朝から夕方まででいいよとかいう場合は、半分ぐらい入れればいいんじゃないでしょうか。で、白金回路はですね、使うときに使い捨てのタイプとは違って火をつける必要があります。これがまたちょっと、使う上でハードルが高いかなという部分ではあるんですが、ここの火口の中にこう焦げた綿のようなものが入っているんですが、ここに炎を横からもしくは上からこう当てがうように火をつけてやると、ここが、発熱を始めます。ここをしばらく持っていると熱くなりますんで、火がついたかどうか、火が結構つきにくいんで、火がついたかなってちゃんと確かめてから蓋をかぶせる方がいいですね。で、蓋をかぶせたら、このままだと触ると熱すぎるっていうのと立ち消えしてしまうこともあるんで、こういったポーチが、専用でついてますんで、こういった袋に入れて使えます。あとはこの状態で本当にポッケにでも入れておけば24時間とか、1日半ぐらいは持つかな。結構長く温かく持ちます。しかも、ゴミが出ないとか使い捨てじゃないっていうのも便利なんですが、普通の使い捨て回路よりも断然あったかいです。なので寒がりさんには
白金回路おすすめですね。はい、さっき、火をつけなきゃいけないのが難点かなっていう白金回路を、ご紹介しましたが、実は白金回路、これはピーコックプラチナムというモデルなんですが、プラチナムっていうモデルはここに赤いポッチがついていまして、ここが電極になってまして、乾電池で火をつけることもできます。この中に電熱線が仕込まれてまして、乾電池をあてがうと光っているのがわかるでしょうか。もうこれで火がついてます。なので、普段タバコ吸わない人はライターとか持ち歩かないでしょうし、あんまり火を使いたくないなっていう人はこっちのプラチナムのモデルの方を買うのがいいと思います。ちなみに白金回路自体はですね、どこで売ってるかというと、最近だと東急ハンズに行けばほとんど置いてあると思います。もしくはアウトドアのショップですとか、あとは薬局にも一部置いてあることがありますね。で、使ってるうちにもう使わなくていいかなっていう時は、ここの口の部分を、触るとちょっと熱いので、こんな感じでつまんで外してしまえば、これでもう反応はすぐ止まりますんで、火を消すこともできます。こちらが今、ご紹介した今売っているタイプの白金回路ピーコックプラチナムというモデルになります。こっちは僕が普段愛用している、白金回路ミニというモデルですね。一回り小さいモデルです。薄さも若干薄いのかな。こっちのモデルは1970年頃の製品だそうで、今は、白金回路ミニだったかな、ピーコックミニだったかな、似たような一回り小さい製品も出回ってますので、1日も持たなくていいかなっていう方は、ちっちゃいタイプもあるのでそっちもいいんじゃないかなと思います。最後にお手入れですが、ここの北地の部分っていうのは使ってるうちに少しずつ、劣化してしまいますので、そうですね、1シーズンごとぐらいにここの口の部分だけ買い替えると、より安定した火力で暖かく使えると思います。口の部分だけだったら600円とか800円とかそんなもんだったかな。これも東急ハンズとか、あとは白金回路のオフィシャルの通販サイトにも売ってるので、そちらで買うといいと思います。という感じで、使う上では若干面倒くさいこともある白金回路ですが、このちょっと手のかかるっていう感じもまたなんというか趣味的な、男の子心をくすぐられるというか、なかなか面白いアイテムだと思います。